意味もなく眠れない夜がありますか？ふと誰かの顔を思い浮かべることがありますか？忘れられない思い出や抑えきれない気持ち、開けてください。12の切なさの扉を。私の やって帰ろう。ちゃっちゃとね。もうすっかり名古屋弁だね。そうかな。めっちゃんこ自然だよ。めっちゃんこ自然か。日本シリーズでGが負けるの見ないかんで、ちゃっちゃと行こう。ほら、はよしよ。これ中津川で発掘したクラスの思い出なのに、みんな怒るよね。ハバにされちゃうかも。ハバって仲間外れだっけ？うん。大丈夫だよ、うん、一緒に謝ろう。一緒に謝ろう。明日こそ行かなきゃ。バレてないよね、まだ。え、転校？嘘、どうして急に？ちょっと前に決まったらしいんだけど、なかなか言えんかったんだって。割り逃げ野郎の話しとんか。え、あいつ化石割っていずらなったで逃げたんだに。絶対そんなわけないが。嘘。でも朝の会で謝ったのは本当だよ。一人で運んどって落としたんだって。一人で？そんなはずないよ。どうして？どうしてってことないけど。ごめんね、怖くて本当のこと言えなかった。一緒に謝ろうって言ったのに。私嘘つきだ。それから6年、私は嘘をつかない子になりたいと思い続けて生きてきた。行ってきます。おい、ルリカ、
俺の代わりなんだでな。ドジこいて迷惑かけんなよ。あんたね、それがデートに備えて美容院行く兄貴のために。バイト変わったけど妹に言う言葉。感謝は感謝、心配は心配だって。そういう態度ならみんなに彼女とどこまで行ってるかさらしてるからね。言ったらぶっ飛ばしてな。やめろって。なる見返りもそれなりにね。なんだろうあれ、やだな。なんか危ない人じゃないよね。982円になります。ありがとうございました。あの山本さんですよね。あのこれ読んでください。メガネの子だろ。名古屋ドームでバイトしとった頃だわ。あ、危ねえ。大丈夫？はい。よかった。あの女の方ですか？いや、男ですけど。彼女いますか？いや、今んとこ。私一目惚れしちゃったんですけど。え？まさかそれで OK したわけ？この今中かすみちゃんに。可愛かったし。これ私の電話番号。電話するよ絶対。はい。じゃあなんで今別の彼女がおるの？それがその髪。試合の盛り上がりでわやくちゃになってまって。それでどっかに落としたってわけ？開けた。いや、だでまあ縁がなかったんだなと思っとったんだけど。あんたこないだ朝のテレビに偶然映ったでしょ。あのコンビニでバイトしてるとこ。あ？ああ。それ見て東京から出てきちゃったらしいよ。とにかく電話くださいってホテルに。俺今彼女おるし。だで言いなさいよきちっと。絶対電話するって言ったのに嘘ついてごめんなさいって。あ、おいやめろって。こら。はい、名古屋テルミナホテルでございます。706号室の今中さんお願いしたいんですけど。お待ちください。俺は嘘ついてなんぞ。もしもし。え？もしもし？もしもし？もしもし？あ、や、山本ですけど。山本さんですか？かかってくるとは思わなかったからすっごく嬉しいです。感激です。いえ、あのちょっと声変わりました。っていうか、実は、それはもう治りかけなんだけど。よかった。変な手紙出しちゃってすみませんでした。突然だし迷惑でしたよね。いえ、そんな。それより、実は私明後日から手術でアメリカに行くんです。え？もしかするともう会えないかも。そう思ったら一日だけでも思い出が作りたくなって、なんか大胆なことをしちゃって。そうなんだ。でも山本さん、絶対もう付き合ってる人いますよね。え、それは。いいんです、ごめんなさい。電話だけでも感謝してます。じゃあ待って。はい。一日だけなら。いいんですか？やったー。
いですか？うん。じゃあ会えるの楽しみにしてますね。おやすみなさい。おやすみ。はあ、ぺっちゃんこやばい。あいつは明日デートだ。これならわからないよね。竹かお前、本当に縁かそれで。だってしょうがないじゃん。俺途中で一瞬入れ替わるぐらいならできるぞ。え？そん時俺からちゃんと言うから、それまで繋いどけよ、俺の代理として。ほら正弘、嘘つくの嫌なくせに。ったく、ごめん。本当の女の子みたいに見えちゃいましたよ。え？私本当に山本さんとデートしちゃうんだ。なんか今になってめちゃくちゃドキドキしてきました。やめてよ、そんな幸せそうな笑顔されたら。本当はさ、名古屋っていうと山本屋の味噌煮込みとか、スガキ屋の超安いラーメンとクリームぜんざいとか、いろいろ紹介したいもんはあるんだけど、デートスポットっていうとやっぱりこの、割とね。彼女とですか？いや、彼女はいないから。本当ですか？本当だって。私には彼女いないもんね。そっか。手ぐらいならいっか。これが最後かもしんないんだもんね。次はあれがいいな。マイナス30度だもんね。うさぶさぶ。ネリつないでいよう、ずっと。はい、いっかん。どんどんそれらしい展開になってる。なんか冷えちゃったら。私もです。やだ、山本さんはあっちですよ。そうだね、俺男だもんね。じゃあ行ってきます。しょうがない、時間差つけて入り直そっと。あれ、どうしたの？混んでたからやめました。山本さんは？いや、こっちも混んでて。早かったね。ああ、ガラガラだったでな。空いてたみたいだね。どうぞ、あたし待ってますから。そう、じゃあ行ってくる。はい。こうなったら入るしかない。なるべく下を向いて、ルリがダッシュだ。なんで私がこんな目に。嘘をついたから
嘘。はい、どっちがいいですか。やったね。え、なんとなくそれかなと思ったんです。すごいじゃん、いつもこれなんだ実は。また一歩山本さんに近づいちゃった。こんなに元気そうなのに明日はアメリカで手術なんて。美味しいですよね、ここのって。行こうか、水族館。はい。私であって私じゃないんだ。もしかすみちゃんに見られたら、大人1枚と高校生1枚。まいたら生徒手帳を忘れるなんて。あ、山本さん、あれなんですか。あれあれか、あれシャチマルくんだっけかな。すごいですね、名古屋って感じです。名古屋人的には恥ずかしいけど、ちょっと乗ってみたいです。また今度ね、また今度。うん、ありでいいですか、また今度。かすみちゃん、あ、もう2時半。水族館、水族館。2時半。うん、電源切れてた。たく、あいつ何やっとんだ。もしもし、お前な、俺彼女にトイレ行く言って待たせたままなんだぞ。ごめん、なんか知らんけどラブラブファイヤーで。はあ、なんでそうなるんだ。入れ替わる暇もうないでしょ。私なんとかするわ。ま、ごめんごめん、トイレ混んどってさ。あの、何か休養とか。え、違う違う、今日のほら広島のオープン戦ビデオに撮っといてもらおうかなんて。気合入ってるんですね。それよりほら、入ろ入ろ。かすみちゃん、早く早く。かすみちゃん、こっちだよ。あ、山本さん。放心状態だったから。ありがとう。じゃあ行きましょうか。私何をしてるんだろう。嘘は嫌だって思ってきたのに、かすみちゃんの前で私はずっと嘘をつき続けてる。もう会えないかもってその一言に動かされてここまで来ちゃった。また今度が絶対来ないわけじゃないのに。これで心置きなくアメリカに行けます。もう一つだけわがまましていいですか。え、ファーストキスはあなたにしたかったから。じゃあ、何か。
ごめんなさい。びっくりすると思うけど、私本当は双子の妹のルリカさんですよね。え、どうしてそれ。転んだ時バッグの中の生徒手帳が見えましたから。じゃあ最初に手を握った時から変だなとは思ってたんです。男の子にしては小さいし、でも楽しかったからいいやと思って、バーチャルマサヒロさん体験って感じかな。実は私もごめんなさいがあって。え、手術でアメリカ行くのは本当なんですけど、私が受けるんじゃないんです。え、おじがペンシルバニア大学で医学を教えてて、私看護婦目指してるからお世話になりに行くんです。それを嘘にならない程度に同情を引くような言い回しして、ごめんなさい。もうやだ。なんだってそれ、そんなのありか。普通知らんけど、まあ面白かった。お前に心で誓われたあいつ呆れとるぞきっと。ごめんなさい。これで何度目のごめんなさいなんだろう。どうして人って本当だけで生きていけないんだろう。あなたとならそれができるかしら。今日の反省でした。山本ルリカ丸。サブタイ